どうも皆さんこんにちは、大宮まりでございます。はい、それではですね、今回も読書レビューの方やっていきたいと思います。今回紹介したのはこちらの、桔梗楓さん作猫神主人の化け猫カフェでございます。はい、でまあこちらね、あのジャンルとしてはまあファンタジーの小説でいいのかなというふうに思います。でまあね、こちらのあらすじなんですけどね、まあね、主人公の、未来というね、少女がいるんですけどね。まあ、彼女はね、ある場所で、ちょっと薄汚れたデブ猫を拾うっていうね、そういうところから物語が始まっていくんですけどね。まあ、そのね、拾った猫というのはね、実は猫ではなく、猫の姿をした神様だったっていうね、話でして。まあね、それ以外にもね、彼女は以前からね、黒猫を、まあね、彼も捨て猫でね、飼っていたんですけど、まあね、その黒猫である元の飼い猫も、実は普通の猫ではなく、猫の鬼、病魔を振りまく、病気だったって、ね、そういうとこか、そういうね、話だった、話になるんですけど、まあね、彼ら、そういうね、普通の猫ではないね、彼らをね、2匹養っていくんですけどね。まあね、そんな折ね、彼女の父親は、喫茶店を経営しておりましてね、その喫茶店の経営が芳しくないということで、まあね、せっかくね、猫も2匹いることだし、猫カフェを開こうっていうことでね。まあね、ちょっと、なんですかね。そういう裏事情を抱え、ちょっと裏事情を抱えた、ね、不思議な猫がいる、猫カフェっていうのが始まっていくんですけどね。行くっていうね、そういう話なんですね。はい。でね、まあ、そういう感じでね、まあ最初はね、2匹だけなんですけどね。その後ね、また2匹別の、ね、違う、まあ本当にね、猫だけど、猫じゃない。いわゆる化け猫ですね。がね、やってきたりとかしてね。まあね、このね、猫のキャラクターがね、なかなか一人一人ね、個性的で、すごいね、面白いんですよね。まあね、彼らはね、彼らなりのね、何ですか、バックグラウンドとかもあったりとかしてね。まあね、その猫神、まあね、後にウバと名付けられてるんですけどね。まあ、彼女なんかもね、なかなかね、高飛車な、ね、本当に、ね、猫そのまま喋ったらこんな感じなんだろうなって、ね、そういう思えるキャラクターなんですけどね。ね、それだけじゃなくてね、なんて言うんですかね、ちょっと、慈愛に満ちたところがあったりとか、ちょっとね、なんていうか、ツンデレみたいなところがあったりとかね。そこら辺がまた魅力的でして。まあね、あとね、私がね、特に好きだなって思うのはね、まあね、その未来が元から飼っていた黒猫の、まあ、キリマなんですけどね。まあね、彼もね、イケメンですよ。まあ、ね、毛づやがすごくいってね、描写もされていたりね。まあね、性格もね、すごいね、イケメンで。もうね、ほんと未来を守るナイトのような、そういう感じのキャラクターでしてね。まあね、その他ね、他の猫たちもね、すごい個性的でね、そういうところが、そういうところら辺がね、魅力の一つなんじゃないかな、っていうふうに思います。でね、まあね、ほんとね、そういう猫、個性的な猫たちもいるんですけどね。まあ人間の方もね、なかなか、個性的でね。まあ、そこら辺ぜひね、確認、読んで、確認していただけたらなっていう、そういうふうに思います。でね、まあね、こういう感じでね、結構ドタバタとした話なんですけどね。まあ、その中でもね、結構、なんですか、感動的な物語があったり、ちょっとね、ハラハラドキドキするような展開があったりとか、そういう感じでね、なんていうか、ジェットコースターみたいな、緩急の、激しい作品になっておりますので、すごい、面白く読めるんじゃないかな。いろんな方に面白く読めるじゃん。いろんな方が、面白く読める作品なのではないかなって。そういうふうに思います。はい。それでは、こちらですね。ぜひ読んでみてください。はい。それでは、時間の方がちょうどいいので、こちらで締めさせたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。あなたのもとに素敵な方の出会いがあらんことを、大宮まりがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございます。さよなら。